こんにちは、夜遊びです。好きだはどのような思いで制作された楽曲ですかということで、バイザさん、いかがですか？はい、この曲はですね、夜遊びと直木賞作家の、皆さんとのコラボプロジェクトで、森江戸さんの光の種、初めて告白した時に読む物語というものを原作に作った楽曲でございます。主人公の女の子が、一人の男の子にずっと片思いをして、もう4回も告白をする、4回目の告白をする。でそれの中で、やり直したい、あの告白をやり直したいけど、あの告白があったからみたいなことで、こういろ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 こう純粋な、いわゆるエモいラブロマンスな作品になっております。なのでそのこうフレッシュで熱い恋愛の感情みたいなものを楽曲にもぎゅっと詰め込んでおります。ということで、いちかみの新 CM に今回好きだ起用していただいたんですけれども、いくらさん感想を教えてください。はい、とにかくあの映像がとっても綺麗だなというような印象で、あの別れと再会ということがテーマとお聞きしまして、あの長い間時間が経っているのをなんかコマ撮りみたいな感じで、制作されていて、それがすごくなんか時が経っていくのを感じて、すごく素敵だなっていうふうに思いました。すごく楽曲ともあのぴったりで、すごく素敵だと思いました。そして、いちかみにはどんな印象をお持ちですかということなんですけれども、私、綾瀬から、言わせていただきますとですね、私、中学生ぐらいの時は実家でいちかみずっと使ってて、当時の、ピンク色のボトルのいちかみだったと思うんですけど、なんか僕の中で、クラスの、女子がね、いちかみ使ってて、いちかみすごいいい匂いだよねみたいな話をしてて、みたいな。女の子が使ってるシャンプー使うのって男ちょっとドキッとするんですよ。なんかテンション上がるんですよ。そんな感じでした。井村さんどうですか？私も私のお友達が使っていて、とにかくこうなんだろう、すれ違ったり、はい、ピリッとこう言った時に、あ、いい匂いみたいな。はいはいはい、もうとにかく女子力というか、はい、すごくいい匂いで素敵な素敵だなっていうふうに思ってたので。CM でご一緒できて嬉しいなと思います。ありがとうございます。では最後に CM をご覧の皆さんにメッセージを、一人ずつ、言いたいなと思います。今回好きだという楽曲はですね、先ほどもお伝えした通り、本当に純粋に誰かを思い続けることの尊さみたいなものを歌った楽曲となっております。皆さんも片思いされている方や、両思い、誰かこう思い人がいる方たくさんいると思いますので、そういう人を思い浮かべながら、シャンプーしながら聴いていただけたらなと思います。シャンプーは毎日のケアでも皆さんすると思うんですけど、なんかこう次の日にね、誰か会いたい人がいたりとか、それこそこの好きだという楽曲は片思いの曲ですけど、なんか好きな人にこう会いに行くときにこう自分をこうなんだろう、気持ちを立たせてくれるような、そんな、シャンプーだと思いますので、ぜひシャンプーしながら歌いながら、楽しんでもらえたらなと思います。以上、YOASOBIでした。夢中になれる明日クラッシュ。あの人が都会へ行く。次に帰ってくるのは1年後みたいだ。この国の1年はとても長く豊かで、時に厳しく、そして美しい。日本の美しい四季の恵みを取り入れました。ほどきたくなる絹髪へ、いちかみ。